ともっと広い世界が僕らを待っている。怖がらずに I will fly away。見て気づくように僕の相方がちょっと今来てないんですけどちょっとね、あの理由を説明させていただきますと、ちょっとね、こちらのコメントの方にもサダーってちょっともうすでに悪口的な発言が入ってるんですけど、あのちょっとあの僕の相方がちょっと今秋葉原の方でちょっと早く着いてしまったみたいなんですよ。だからカードゲームに彼ハマってまして、ちょっとカードゲームの大会にちょっと彼が参加したんですよね。そしたら思った以上に勝ち抜いてしまって、ここに出るよりも得なことが向こうにあるっていうことでこちらに出ることをちょっと拒んでしまっているっていう感じなんですよ。申し訳ございません本当に。はい、ということで本日はちょっと僕一人で司会させてもらうか、もしくは彼が負ければこちらの方にたどり着きますんで、ですいませんね本当にこんな感じになってしまいまして、はい、コメントの方もね、サダと小庭だらけになってますけど本当に。あと小庭さんなんですけど、昨日まで実はここに出る予定だったんですよ。それがちょっと本日になってちょっと急に出れなくなってしまったんですけど、まあ事務所のなんか仕事が入ったらしいんですよね。まあ、小庭さんちょっとねお忙しい方なので、ちょっとコメントだけでも参加してくれとは言っといてありますんで、皆さんそちらね、ご覧ください。よろしくお願いします。ということで、早速始めたいと思うんですけど、本日のじゃ出演者を先に本日は呼び込んでしまいますので、皆さん拍手の方でよろしくお願いいたします。それでは最初、輝いてる今よろしくお願いします。あと1番ごめんね、隙間から見えたのが君だったなんか順番にね、ネタ順に紹介したらいいんだけどね、びっくりしちゃって次なんていう人だったか一瞬ちょっと分かんなくなってるんですけど、なんとか総さんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ね、こちらお初ということでね、今日よろしくお願いします。ね、衣装初めて見たんですけどさっき買ってきたでしょそこら辺それは大丈夫なんですか。文字通りクソみたいな衣装着てますね本当、よいいですね。あ、もうコメント入ってまして、ね、中本浩二待ってたぜっていうことで。ああ、待たせてごめんねって、ね。中本浩二じゃないって言っといた方がいいよ。そもそもの話で。みんな間違えてますから。中本浩二がいい。ね、いや、じゃあ続きまして、ね、続きましては、ビーコン2055。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい。まず一応僕ビーコン2055って呼んだんですけど、なんでお一人で出られてるか。あ、相方今日ちょっと忙しいんで、私一人で。相方いないってどういうことですか。相方いないってどういうことって俺も言えないからね、それに対して。いや、俺の相方は決して忙しくはないから。ゲームここで来たらいいんじゃないですか。遊んでるだけだから、本当に。いや、年の差2倍ぐらいあるから、こっちが。俺の倍ある人と組めるって、うわぁ、すごいな。輝いてる中本って書いてますね。じゃあ、次はですね、じゃあ、ラストの出演者になってしまうんですけど、よっしゃ、昼間、どうぞ。よっしゃーよっしゃー、危ない、間に合いました。すいません、ちょっと、いいね、セッティングの、セッティングよっしゃで、すいません。よっしゃー。僕で一言言いたいのがね、皆さんね、普通のプライベートと舞台上が違いすぎる。そんなこのまんまですよ。全然違うじゃん、よっしゃ。そうだから、もうよっしゃ呼吸しますから、よっしゃ呼吸だよ。本当にね、低姿勢で来る芸人さんいないだろっていうぐらいいい人なのよ。何言われてた、もうよっしゃよっしゃです。普段からずっとよっしゃしか言わないですよ。よっしゃー、はい。あと、だんだんとね、中年の年になり始めて、太り始めて。ちょっとやばい。ちょっとダイエットします、よっしゃ。ダイエットか。あ、よっしゃ昼間来たーって。よっしゃ昼間、今日頼むぜ。ね、いっぱい入ってますからね、よろしくお願いします。よっしゃー。ということでね、本日はこのメンバーでお送りさせていただきますけど、じゃあこちらのね、番組始まった当初ですよ、もうこちらね、調べましたら全22回やってるんですよね。おお、そうなんですよ。始まった当初は芸人さんの数がなんと最初は24組いたんですよね。すごい。こちらが今となってみたら、あららら、なんと1、2、3、4、5。あ、5じゃないか、俺は4組普通増えるもんじゃない。普通どんどん増えてくる。減っちゃったってこと。お笑いブームが終わったんだよ。ね、その分濃縮されてるから。そう、濃縮されてるから。終わりかけのためにね、この番組始まったからね。ちょうど。
そうなんですよ。それで今このメンバーになってしまいまして、あと本日で重大発表があるということで、こちら僕の口から言わせていただきたいんですけど、まあ、じゃあ吉野君がちょっと、一応今日重大発表あるじゃないですか。この番組がどうなるかということを、ちょっと発表してもらってもよろしいですか。本日、こちらの番組、最終回ですよっしゃごめんなさい、何にもよっしゃじゃないんだけどね。よっしゃじゃないですよ、ね。よっしゃじゃないんだけどね。いや、悲しい悲しい、ちょっと。いや、ほんとそうなんですよ。こちら一応ね、これで終わりになってしまうんですよね。ああ、悲しい。はい、あと一応ね、この番組一回終わりかけても何回も持ち直してきた番組なんですが、ついに何回も持ち直したけど、もう復活の余地なしということで。芸人がゼロになるまでやりましょうよ。そういう企画でよかったんじゃない？ゼロになるまでやって。芸人がゼロというか、もう今日の時点で俺結構バイトしないと、結構バイトしないと赤字だからね、すでに。もうそれぐらいのレベルになってるから今。もう、いや一応ね、今回が一応最終回ということで、はい、最終回にちなんだ、ゆかりのある方でのなるほど。ゆかりないゆかりないって聞いたんですよ。ゆかりが詰まってる。ゆかりが詰まってるね。で、ゆかりが詰まってる。どこ行きゃ、本日初登場でございます。ゆかりない。そうなんですよね。いい回に出て。もう、いい回に出て、うんこっていう T シャツ着て。最終回にうんこの T シャツ着る。なんなんだよ、と思うけど。俺も一言言えないからね、相方来てないから、それは言えないんだよ。本当にね、ということでね、本日最終回ということでみんなで盛り上げていきましょうね。そうです、はい、はい、行きましょう。それでは皆さん始めます。お笑い冒険事件最終回スタートでございます。よろしくお願いします。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。どうもどうも、こんにちは。すみません、ありがとうございます。人数の割にはなんかすごく拍手が大きいんですけど、いやー、すいませんね。なんかあの、安定に、ならないもんだから、出るタイミングもなんかちょっとよくわかんなくてね。まあそうなんです。あのね、先ほどからこう触れていただいてるんですけどね。あの、お食事中の方、本当にどうもすいません、ということで。何ですか、そのね、皆さんに愛されるキャラになるにはどうしたらいいのかなとか、いろいろこう衣装というものを考えてきたらね、こう一番真逆なところにあの行き着いてしまってですね、まあ真面目に考えたんですけどね、そんな真面目なバカです、ということでね、皆さん、どうもこんにちは。うわーまあまあ今日はもうちょっと早めに終わらせますね。はい、すいません、ね。いやー、しかしですね、もうあの季節もね、本当にまあすっかりもうあのまあ春ですけどもね、春といえばね、あのまあ子供の頃のね、あの小学校の遠足なんかをね、僕はよく思い出すんですけど、うん、なんで僕の季節感っていうのはそんなにおかしいですかね。皆さんは春じゃないのかな。じゃあ何、冬とかに行ってたわけですか。冬になんかヒマラヤ山脈とか行ってたわけですか。こんなとこで一人ぼっちになるとは僕は思わなかったんですけど、まあでもね、あの、よくね、子供の頃にね、あの、ほら、遠足とかで前の日にね、先生なんかがさ、ね、明日は遠足ですなんてね、なんか質問のある人とか言うとよくね、あの、バナナはおやつに入りますかとかね、あとなんですが、あのね、タバコはおやつに入りますかとかね、入りません。ね。小学生です。ね、ビーバップハイスクールご一行様の遠足ではありません。あとね、あの、よくあの、雨が降ったらどうするんですかなんて言うとね、いや、雨が降っても結構しますなんてね、先生がね、やっぱりこう、遠足と言ったらね、雨にも負けずみたいなところがあるじゃないですか、ってね、宮沢賢治の遠足か、なんてね、まあ、そんな、ツッコミも入りつつですね、まあ、当日になるとですね、あれですよね、こう、朝こう、準備をするわけですよね。こう、なんで、いろいろこう、お弁当だなんだ入れてね、このあの、十字架をこう、背負ってね、リュックサックですね。イエス・キリストじゃありませんね。小学生がヒゲなんか生やしてちゃいけません。でですね、ここはね、あの、バスにね、まあ、乗っていくわけですけど、このバスをね、またあの、決める順番もね、何ですか、まあ、何でしょう、9時とかで、こう、順番決めるわけですよね、いろいろとね。で、よくこう、運転席なんかにね、こうね、クリアが引いちゃったりなんかしてね、いや、もう免許運転ですよね。小学生そんなことしてはいけません。ですね、まあ、そんな感じでですね、やってると、ちょっと待ってくださいね。頭の中にね、今赤信号かと思いました。すいません。いや、いいんですよ。ごめんなさいね。まあね、まあ、なんでしょうかね、その、まあ、交通規制みたいなのがちょっと今かかってこう、しまっているんですけどね。まあ、これ青になったところで別に大したものは出てこないんですけどね。まあ、そんな感じで、そうそう。だからあれですよね、こう。
バス乗ってるとね、みんなこんなほら、酔っちゃう子とかがやっぱいっぱいいるわけですよね。やっぱりそういう子なんかね、こう、可愛いなんかずっと見てるから、こう、自分に酔ってしまうというかね。そんなね、いけませんもんね。ナルシスト小学生みたいなことはいけませんよ、そんなんじゃ。でですね、こう、なのね、まあ、お弁当ですかね、やっぱ一番の楽しみはね、みんなこう、お弁当の見せ合いっこなんかするわけですよね。わー、僕のほら見てなんてね、すごい大きな、なんだ、コロッケが入ってる、ほんとだ、なんて、特大のコロッケ弁当だね、なんて言うと、うん、略して、大弁みたいなことを、こうね、こんな感じで、これが言いたかっただけなんですよ。すると、ね、忘れる子なんかもいるわけですよね、お弁当をね。僕なんかも一回忘れちゃったこととかあるわけですよ。そうするとね、やっぱその、仲のいい友達とかがさ、言ってくれるわけですよね。お前、しょうがねえな、恵んでやるよ、なんか、っていうとね、いや、いいわね、出前取るわ、なんてね。中堅八校以上に私は待たされてしまったわけなんですけどもね。なんでしょう。これ3分15秒で暗転になると聞いたんですけど、ならないですね。オチが考えつかなかったからね、喋ってるうちに暗転にしてもらいたいなと思ったんですけどね。そんなわけでどうもありがとうございました。はい、どうもー。ルンルン、ルン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 、ママルンルン。ね、いや何してんだよ。え？なん危ねえだろうよお前よ。最終回スペシャルですよ。俺盛り上げてと言ったんだよ。ママルンルンって言って滑るかもしんないから盛り上げてって言ったんだよ。持ち上げてとは言ってないからね。あ、違う。盛り上げてって言ってたんだよ。最終回だから。まあ、最終回だから。まあ、そんな話いいんですけどね。ちょっとね、話したいことがあるんですよ、ね。話したいことなんですか？健康に気を使ってね。健康、ね、そうそう、生きていこうかなと思ってるんですけどね。まずこのね、お酒を飲むからね。お酒、ね、お酒の量をね、ちょっとね、減らしてね。はいはい、ちょっと生活していこうかなと思うんですよね。はいはい、また昨日飲んじゃった。昨日飲んじゃってね。また入っちゃって。また盛り上がっちゃって。盛り上がっちゃって、またコールとかして。コールとかしてね。飲んで。飲んでって盛り上がっちゃうんだよね、コールとかしてね。飲みすぎちゃうんだよね。体に悪いから。だからお酒の量減らしてね、行こうかなと思ってるんですけど。好きだからね。好きだからね。飲んじゃってね。吐いちゃってね。べーっつってね。吐くほど飲んじゃってね。体に悪いよ、それはね。悪い。コールしたら楽しくて飲みすぎちゃうんだよね。そう。まあでも、コールの話はちょっと置いといてね。まあこの健康の話をしようかなと思うんですね。じゃあこのお酒の量を減らしてね、行こうかなと思うんですね。好きだからね。飲んじゃってもういいわ、だから。コールしなくていいんだよ、一回よ。健康の話してんだからよ。健康の話。コールの話は、健康の話しますから。健康だからお酒の量減らしてね、はい、ビールを1日1本って決めてね、はい、生活してこの1日1本、3日で145本、計算が合わない。面白いの出たわ、今。ありがとう、アドリブでやってくれて。面白いギャグができたわ、ありがとう。来年の R1 に使わせていただくわ。もう全然受けねえじゃん。全然受けねえ。そんなことどうでもいいんだよ。そんなことどうでもいいんだよ。ビールを一日一本にして生活していこうかなと思ってんだよ。ポンポンポン。私の頭はポンコツですって誰がポンコツだよ。誰がポンコツなんだよ、お前は。俺言ってねえよ。誰が言ったんだよ。俺は言ってないよ。誰言ったんだよ、お前だよ。誰が言ったわ。お前だよ。まあ、そんな話はいいか。まあ、健康の話してるから、今。ね、食生活も気を使っていこうかなと思って、ね。食生活ね。ちょっとカップラーメンとかが多いよね。食後にね、このビタミン C のサプリメントとかをね、飲んで。ビタミン C ですよ。ビタミン C。ビタミン C って。いや、ビタミン C。脱鉄あるの。C じゃん。ビタミン C。C でしょ？ ビタミン C。C って言ってるの？ビタミン C。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 人として最悪です。誰が最悪だ？誰が人として最悪なんだ？俺言ってない。いや、誰が言ったんだよ。俺言ってない。誰が言ったんだよ。誰だよ。マイク。この話はマイク。まあいいんだ、ね。健康の話ってっから今。健康タバコも吸うから。タバコ吸うから。タバコ吸いすぎると癌になっちゃうからね。癌になるのは嫌だから俺。減らそうかなと思ってる、タバコもね。あ、減らそうかな。そう。癌に癌。癌。頑張る君を応援しますって言ってる場合じゃねえよ。俺ら頑張ねえって言ったんだよ。いや人を応援してる場合じゃねえよ。そうだね、解散もするし、ね。解散とか今言わなくていい。今言わなくていい。今日は未発表の予定だったんだよ。え？未発表の予定。第三。あ、来年はどうなってんだろう。来年やめてくれ。やめてくれよ。動揺しまくって。動揺するわ。心の動きが今最近すげえ
抜け毛が多いんだよ。ドク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 じゃねえ。いいんだよ、そんなの。健康の話してんじゃねえかよ。健康はね。運動もしていこうかなと思ってね。この学生時代サッカーやってたから、あの、今友達集めてサッカーやればね、あの、盛り上がるんじゃねえかとか、運動になるんじゃないかと。サッカーか。そうそうか。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 うちの母ちゃん、プチ整形の気がわ。プチ整形じゃねえわ。何もしてないわ。天然だわ。天然で俺そっくりな顔してるわ。本当に。あ、中本浩二だよ。いや、誰が中本浩二だよ。輝いてる中本。いや、輝いてるさっきの、いや、もらいただくんじゃねえよ、早速。早速いただいてんじゃないの、お前よ。なんで輝いてる中本って。書いてあったから。いや、いいんだよ。輝いてるよっしゃって書いてあったけどね。いや、めちゃくちゃじゃねえかって。めちゃめちゃじゃよ。入り乱ってんじゃねえ。俺どうしたと。いいんだ、そんな話はよ。うちの家族の話は別にしなくていいんだよ。あ、じゃあ、父ちゃんは父ちゃん。丸ハゲです。誰が丸ハゲだよ。悲しむだろ、こんなもん。父ちゃん見てたらよ。見てるよ、家族。悲しむだろ。やめろ、家族の話だって。妹はタトゥーだらけ。タトゥーだらけじゃねえよ。悲しむだろ、だからよ。見てるじゃん。ここに、あの、虎と竜が戦ってるタトゥー入ってるだけだわ、妹は。言うなよ、それを。それを言うなよ。スカジャンじゃねえかって言ったら怒られたわ。家族で、パッパカパーって。やめろ悲しむだろ。パッパカパーじゃねえ。そんな話どうでもいいんだよ。全部俺言ってうちの家族の話はどうでもいいんだよ。全部俺言ってないですよ。健康の話をしてたね。だからこう今ね、こうタバコとかいろいろね、やめてね、はいはい、このルンルンね、こう、ルンルンね、長生きしていきたいのよ、俺は。長いルンルンやる。ルンルン。ルンルンやっちゃっていいかね。最後にね、ルンルンだけやっちゃいますね。はいはい、ルン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 、守れんね、お前ね、みどうも、ありがとうございました。はい、ビーコン2055の川淳一です。今日は中央線ギャグをやらせていただきます。よろしくお願いします。まず高尾、怒った顔。西八王子、2人が死、2、3が6、西八王子。八王子、本日はご愁傷様でした。はぁ、長寿。豊田、日本は東洋だ。日野、アントニオ、ヒノキ。立川、入れ替わり立ち替わり、万字固め。国立、それ、役に立ちましたか。西国分寺、武蔵野線、乗り換えです。国分寺、西武線、西武国分寺線、多摩湖線、乗り換えです。間違えちゃった。武蔵小金井、遅いぞ武蔵。来たか小金井。東小金井、遅いぞ東。来たか小金井。武蔵境、遅いぞ武蔵。引っ越しの境。見たか。どうだ、見たか。吉祥寺、団地妻、昼下がりの吉祥寺。西荻窪、快速電車、土日祝日、通過いたします。荻窪、お、荻窪。阿佐ヶ谷、あたし、低血圧だから朝がやだ。高円寺、快速電車、土日祝日、通過いたします。中野、ブル中野。東中野、ブル東中野。大久保、おう久保ちゃん。新宿、やあ、新宿くん。代々木、海辺の代々銀客。千駄ヶ谷、なあ、なあ、千駄ヶ谷だ。信濃町、信濃マッチでーす。四ツ谷、お前ラーメン食べるときさ、ゆで卵いくつ入れんの。四つや。一ヶ谷。一ヶ谷、一ヶ谷、一ヶ谷。あっ、花の一が嫌だ。
飯田橋。いいんだ、いいんだ、橋水道橋。水道橋。じゃあ、お茶の水。このミミズ誰んだ。お茶のミミズ。神田。昼間の学校、夜間だ。東京。時をかける少女。終点です。ありがとうございました。よさよせよさん、よさよせよさん、よさよせよさん、はーい。はい、皆様、毎度ナイスな様子ありがとうございます。ということで、様子いるまです。よろしくお願いします。さあ、よっしゃよっしゃ言うとりますが、本日、よっしゃ昼間何をやるかと言いますとですね、あの名曲、働く車のリズムに乗せてですね、いろんなよっしゃを紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ミュージック、スタート。よっしゃさん、よっしゃさん、よっしゃさん、よっしゃちゃん。はい、これ運転してまーす。よっしゃよっしゃ集まれ、いろんなよっしゃ、どんどん出てこい、いろんなよっしゃ、行きまーす。朝の挨拶元気におはようしゃ、おはようしゃ、さよなら挨拶悲しくあばようしゃ、あばようしゃ、数を数えるときにはひぐみょうしゃ、ひぐみょうしゃ、はい、高橋名人ボタンを16連射、16連射、いろんな容赦があるんだな、いろんな容赦がいるんだな、容赦、容赦、いろんな容赦。二番いきます。見送りするとき必ず行ってらっしゃう、行ってらっしゃう、かつしかしままってとらさん、男つらいよっしゃ、男つらいよっしゃ、はい、ゲームをするならやっぱぷよぷよっしゃ、ぷよぷよっしゃ、はい、高橋名人ぷよぷよで16連鎖、16連鎖、ファイヤー、いろんな容赦があるんだな、いろんな高橋名人いるんだな、よっしゃよっしゃ高橋名人、よっしゃ。ということで皆さんもいろんなよっしゃ使ってみてください。以上、よっしゃいました。どうもありがとうございました。あばよっしゃ、よっしゃ、はい、はい、どうもありがとうございました。よっしゃ、どうもありがとうございました。よっしゃ、いや今日すごかったね。いや気持ちかった。よっしゃただただ歌いたかったでしょ。歌いたくて、だって後ろで芸人さんと話してたんだけど、これどこで笑うの。まあそうなんだよ、笑いの取り方知らないからとりあえず歌っとこうと。いやすごい、待って、いや様子がすごいよ、コメント数が、はい、おーすごい、よっしゃ、うん、そこでよっしゃじゃないんかい。よっしゃよっしゃの使い方わからない。よっしゃの使い方わかってる。わからない、難しい。お客さんの方がわかってるみたいになってるからね。そういうことですね。しかもこれあれだよ、小庭さんを上回ったなみたいな。おい、よっしゃ、それは謙遜しておきましょう。それは謙遜しておきましょう。笑いは勢い。よっしゃ、勢い、よっしゃ。いいですね。あ、ここで一つ、お、佐田は間に合うのか。あ、気になるとこですね。間に合いませんね。多分ちょっと来る予定が今のところないみたいなんで。いや、来てほしいですね、はいはい。ということで、じゃあ今までやったステージの方はこちらの方へどうぞ。よっしゃー、どうも、よっしゃー、どうも、ね、ほんとに。いやー、どうでした、ありがとうございました。いや、どうでした、どうでしたね、やった感じ。初めてですよね、ここでやったのって。はい。どうでした。いや、もうだいぶね、はい、アウェーな。そんなことないよね。そんなことないから、誰がホームなの。ホームがいないわ、そしたら。本当にずっと22回やってて、ずっとアウェーだもん。ねえ、どうでした、ビーコンさんね、今回中央選挙区だったの。あの、前山手線やった時、次は中央線だよねっておっしゃったんだけど。覚えてないの。覚えてなかった。ずっと覚えてたんだよ。いやいや、覚えてるけど、なんでそんな忠実なの。いや、いいよ別にそんな。やっぱやんないと。本気で求めてたら、なんで電話とかしてるから俺。本当に。俺ずっと考えてたんだよね。流れで言ったもの、あれ、なんだっけ、武蔵つながり、面白かったですね、あれ。あれ、いい。はい。はい、よし。いやいやいや、なんとなく今やる流れかなと思って。僕がやっ
った方がいい。ありがとうございます。武蔵のやつ、一個だけ。なんだっけな。遅いぞ、武蔵。引っ越しの境。ごめんなさい、僕がこれが良かったって言ったら、僕のレベルも問われるみたいな。いや、でも面白かったですね。あの時バーってことね。おー、いや、良かったですね。よっしゃー。よっしゃ、ナイスしたいや、ナイスよっしゃ使い方がうまい。使い方、両手になってるから。いや、でもうまいナイスタイミングのよっしゃ。ナイスよっしゃ。よっしゃっていつからそんなイエスマンに分かるの？いや、もうね、やっぱね、よっしゃのタイミングうまい、うん、うまいもうちょっとなんかね、こんがってる感じがあったと思ったけど。こんがってない。もう、まあ、本当にもうね、僕がもう、芸人の髪型から。一回伸ばした方がいいんじゃないですか。髪型それ何なんですか。そうだ。最近若干ハゲてきちゃって、もう。若干ハゲてきちゃって。おい、中年や。若さや持ってくれたと思う。持ちます。本当にね。あ、じゃあね、どうでした輝いてる今さんはね。なんかちょっと衝撃の発言と言いますか。衝撃の発言。え、なんかありましたね。なんか言ってましたよね。なんか言ってました。はい、なんか。言ってた方がいい。なんか、解散する。解散。が決まって、はい、だから番組が終わったり解散したりとかプラスの方向に進んでる人いないから全員マイナスだからそうなの？え、解散するんですか？始まる前に原田さんに言ったの、うん、俺が解散決まったんだけど、そしたら俺の振りも寒くなった後々知ってたみたいな感じで今日はあのライブではちょっと言わない予定なんですよ。まだ何個かライブ残ってるんで解散してると分かってライブお客さんがいるよりは思ってて今日言わない予定だったんですよ。真面目かいきなりそういうとこだよね。そういうとこだよね。解散する理由ってそういうとこだよね。真面目しろすぎて。いや書いてありますので、マジで解散すんのとか。いや本当に、ね、よっしゃ中本とか言って書いてありますよ。あげちゃいますか。もうあげちゃいましょうか。あげちゃったら何も長いじゃん。7年間培ったもんだろそれ。これあげとこな。ちょっと汗だくだけど。NSC の時からやってるやつそれ。あげちゃダメ、あげちゃダメそれ。大事に大事にしてる。はい、ということでね、終わりましたけどね、コメントの方も111件ですか、ここまでの間で入っていただいてね、ありがとうございます。素晴らしい。本当にね、いやー、結構みんなで良かった良かったってなんか言ってくれてますね。本当に良かったということで、はい、じゃあここからじゃあ企画のコーナーでいきましょう。はい、じゃあこちら芸人の裏側見せますのコーナー。これね、始まるときにね、ちょっと企画を考えようって、まあ、なんで企画考えるかってなったらね、僕らこの計算したところ、ネタが3分、3分、3分で全部いったとしたら、20分で全部終わってしまう。番組が20分で全部終わってしまうと。これはトークのコーナー入れなきゃダメでしょうということでね、こちら小トークのコーナー持ってきたわけですけど、ちょっとね、皆さんとかね、こちらの方もね、芸人さんが、まあ、バイトしてるイメージはあると思うんですよ。特に裏でね、芸人だけで生計立てれないから。だから、でも何やってんのかなとか、実際本当にやってんのかなとか、そういうの全部教えていこうかなっていうコーナーとか。いや、すごいですね、本当にね。さらけ出しちゃいますか。そうなんです。だからちょっとね、しかも僕らって言ったら、芸歴僕らって言ったら7年で。そうです。で、兄さんでしょ、10年ぐらいやってるわけでしょ。だったとしたらね、バイトも10年やってるかもしれないそうですよ。同じ場所で。10年やってるバイトだったら、ほぼもう社員ですよ。そうですよ。本当に。だからそれぐらいのちょっと僕、バイトでは、とか、裏の生活ではこんなことしてますとか、ちょっと俺すごいんですよっていう。社会に出たとしたらすぐ通用しますっていう。で、そういうみんなにちょっとね、辞めた時の安心感を持ってもらう。なるほど。思いまして。ね、本当にね。はい、ちなみにですけど、じゃあ誰から行きましょうかね。じゃあ考えてみますか。はい、行きますか。はい、じゃあ前に出てもらって。前に出て。前に出て。前に出て。気持ちいい。前に出て、それ。自分の意思で、いやーねーって言って出てくるでしょ、それはもう。なんとなくで出てくるんでしょ、これ。身を食べて。声出てねえじゃねえか。そんなこと言ったら全部が見落とされよ。最終の丸だな、そんなこと言ったら。いや、ちなみになんだけどね、芸歴で言ったらどれくらいなんですか？俺5年ですね。あ、5年ですか？はい。はい、で、2だもん。3年ですね。3年ですか？はい。っていうと、そんなにまだ始めてっていうかね、めちゃめちゃ長いわけではないですね。そうなんですけど、俺、この、まあ、東京来て、まあ、大体5年ぐらいなんですけど、はい、まあ、結構バイトしてるんですよ。あ、そうですか。10個ぐらいバイトしてるんですけど、東京来て、続かないの？全然。すべて、クビになってるんですよ。クビになってるんですよ。いや、どうしようだって。で、大体は、行かないとか、サボっちゃうとか、遅刻とか、で、クビになるんですよ。ごめんなさい、本当に、そんなこと言うと、芸人ってただのダメ人間がやってるみたいになるから。から芸人もしっかりしたとこあるんですよっていうね。で、テレアポのバイトしてたんですよ。テレアポ、はい、はいはいはい。テレアポのバイトしてた時に、もうそこもクビになったんですけど、テレアポクビになったんですよ。もう分かったのよ。喋れないよ。テレアポクビになって、まあ、そこも集めに行ってたの。クビになるよってなったんですけど、ある日呼ばれて、お前は、敬語がまず使えないと。はいはい。滑舌が悪いと。だからもう来なくていいって言われて。みんな知ってたよ、で、いや、俺そんなことないですよ、と。
真面目にやってますよと、マニュアル通りやってますよ。やってるんですよね。これを聞いてみろって。いや俺がこの、やり取りしてる。あ、録音されてるんですよ。録音されてるんですよね。これを聞いたら、あの、おばさんみたいなのが、何々を一個お願いしたいんですけど、俺が、了解でーすって言ってるんですよ。いや、すごいフランクだね。俺じゃない、これ。みたいな。じゃあ、何々が一個ですね、とかも。なんか、にゃにゃにゃ、いきょですね、みたいな。何言ってるか全然わかんないでしょ。だって今、滑舌が悪い上に滑舌が悪い真似しようとしてるでしょ。普通に喋ったらそれが伝わるんだから、それ。大丈夫だよ、それ。いきょとか言わないで大丈夫。滑舌が悪すぎて、じゃあ、ペアアポができなくなったってこと？そうです。へぇー。だから、ゲーでは、この滑舌が悪いみたいなのが、ちょっと、笑いになったりするんですけど、このバイトでは、働きません。お笑いって素晴らしいってことですよね。全く通用しないです。ね、お笑いが仕事としてね、それでは成立するわけだから、稼いでもらっても。そうですよ。いや、でもバイトして稼いでるわけじゃん。すげえ盛り上げてるけど。それじゃダメじゃんかよ。ダメでしょ。お笑いで食いてないと、それだったら。滑舌が悪いってのは、なんとなくね。じゃあ、僕は今、じゃあ今どんな仕事してるの？今は、結構真面目に、ある病院で、介護士をやってる。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。いやでもね、なんか雰囲気出てるよ。優しい感じが出てるから。優しいんですよね。じゃあ相方さん絶対やってないもんね、その介護士みたいな。介護はできないです、ね。絶対とんがってるでしょ、もう。とんがってる。とんがってる。チャレンジしようとしてんだろ、お前。じゃあどっちかと言ったら、俺の方が真面目なんですよ。いや、真面目じゃないです。すげえ真面目なんですよ。じゃあ、バイトが。見えない、見えない。見えなくていいだろ。見えなきゃダメだよ、それ。喋ってんだから見えなきゃダメだよ。どういう哲学で今俺を避けたの？すげえ俺の方が真面目なんですよ。遅刻はしないんですよ、俺。あ、遅刻しないんだ。で、今のバイトも、まあ自慢じゃないですけど、他のバイトよりも50円高い。ああ、そのバイトで働いてる人たちの中で、あ、時給が上がってるってこと？時給上がってるんです。あ、それなりに評価されてるってことね。そうです、俺だけです。おー、ちなみにどれぐらい続けてるんですか？今のバイトは2年くらい。ごめんごめん、それってちなみに何の仕事なんですか？あ、すいません、居酒屋が出てこない。なんか、ものすごいなんか振りが大振りすぎて、居酒屋とかそのベタなやつでもないと思ったから。居酒屋どういう居酒屋なんですか、そこは。中華300円居酒屋。あー、よくありますね。で、50円高いって言ったら他のバイトと何が違うの？50円高いと、なんすかね、まぁ、時給しか変わんない。いや、時給が、ごめんごめんね。ごめん、あれ、お前アホかな。なんとなくわかるよね。50円高い理由を聞いてね。シフトつけてね。真面目だからですよ。だから全部自分で何でもするし、呼び込みも、僕が率先して行ったりとか、全部、何でも。だからなんか言ってたのが、その働いてる居酒屋ってのが、お客さんをナンパしてもいい店だ。店員が。何それ。いい店じゃん。わかった、それでバイトでナンパして社員さんにくっつけるそういう裏の仕事してるんでしょ。なんか、それの募集。それの募集。なんかいい子連れてきましたよ。店長とかもナンパとかしちゃってて。ちょっと待って、本当にそれ？昔の店長ね。あんまりダメだよ。ダメなの言ったら。ただ、昔の店長ね。ただ俺はしてないって。俺はしてない。いや、まあ、これ当たり前なんだよ。まあ、それが当たり前なんだよね。普通しないから。ちなみに、何店なの？何言ってんの？渋谷で。言わなくていい。濁して。今、ちょっと検索されるから、渋谷300円って検索されるから。本当に。いや、そんな居酒屋があるんか。へぇー。いや、でも300円だったらね、みんな入れると思うの。若い子ばっかりからね。へぇー、そうなの。いや、でもそれね、真面目ってことは一つの売りだからね。自分のね、人間の。真面目。全然違うんですよ。逆なんだから。いや、でも介護士なんて全然真面目に見えるけどね。あんまりやってみましょう。真面目にやってます。いや、もうなんかちょっとショックだったのよ。逆にこっちがチャラくあってほしくて、こっちがちょっと真面目であってほしかったのよ、なんとなく。もう真逆で、真面目ですよ。もう遅刻もしないし。そう。コメントの方も入ってるの、なんか。え？介護士？介護士。守るるんが介護士。そうです。だから仕事でずっともう5年ぐらい正社員で働いてて、東京出てきて、違うことずっとしてたんですけど、違うことできねえ。俺には介護士しかねえ。ちょっと今介護士。ごめんなさい。介護士しかない。じゃあ芸人辞めて介護士になった方がいいんじゃない？そこまで言い切るんだったら。結構しずちゃんおばあちゃんのアイドル。守るるん。結構社員とかにも誘われてるんで。おー。え、その資格も持ってる？
資格も取って、で、今、解散を機にちょっとみたいな、へぇじゃない。解散を機に解散を機に正社員になるかもしれない。え、ごめんなさい、今月で芸人さん辞められたんですか、そしたら。じゃあ、ゆるゆるやっていこうかな。月1回ぐらいライブ出てる。よくいる。俺らの同期で言ったらバターナイフデカ。バターナイフデカ。まさにそうだね。あいつ、あいつなんかね、やめたんでしょ芸人。ほんと、もうそう。やめた。あれ見た？たまに見ます。たまに見ますか？あ、見てないでしょ。あの、フェイスブックで俺友達になってるんだよ。で、バターナイフデカがもうなかなか僕はちょっとお笑いやめます。やめる理由としては、うわーっていろいろ真面目な記事書いてあって、あの、みんながそれに対して、いいね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 。いいね、いいね。え、やめちゃったの？あいつやめます。俺3月30ライブ出ようって誘われたんだけど、まあ、出なかったんだけど、バターナイフデカ。それは出て、それで出た。ラストラスト。あ、そうだ。卒業ライブだから、卒業ライブ。裏でやってください、それ、裏で。本当に。ねえ。バターナイフデカ。バターナイフデカはやめたんですよ。誰？大ニュースでしょ、これ。知らないから、知らないから。あのバターナイフデカ。俺も一言ギャグのつもりで出したから、ここまで広まるの終わったから。バターナイフデカ。なんでいいの？誰だけ立ってんの？ねえ、本当に。はい、ということで、ありがとうございます。いやー、すごいですね。いや、こっちの方にも結構俺入ってまして、あの、特定しちゃえよって。場所特定しちゃえよとか。宇田川ちゃんですか？あ、おじいちゃんの下の世話をする人なんですね。ダメダメ。ダメダメ。いや、こいつが悪いわ。こいつが悪いやつ、マジで。悪いやつがいるなぁ。で、それ、アツネットをやめないのか。やめてほしい芸人ランキングナンバーワンだからね。ここでしか、ここでしか。逆にすごいね。いや、でもここでしか分かんない芸人の話やめよう。やべ、ね、うちは。そう、うちは。もっと有名な人の話だよね。じゃあ、なんとかそうさん、どうぞ。はい。はい。ちょっと一個いいですか、こんだけ頑張って話したのに、ずっとささくれ気にしてたんですよ、もっとさ、兄さんなんだから盛り上げましょうよ。そうだよ、ほんとに。ずっとこうやって。みんなで頑張ろうって言ったでしょ、ほんとに。よっしゃでしょ、ここ。うんこよっしゃで。うんこよっしゃで一回テンション上げようと思ったら。うんこよっしゃ、うんこありますからね。うんこよっしゃって言って。うんこよっしゃ。もうすごい。おぉ。あー、オッケー。ナイスよっしゃ。仲良くなれねえ。仲良くなれねえ。ナイスよっしゃ。いや、でもなんか俺、初めて見させてもらったんですけど、声が永井秀和さんにそっくりじゃないですか。ね、言われますね、それ。ね、似てますよね、本当に。言われる、めっちゃ言われる。あ、そうなんですか。兄さん！いや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 、ごめんなさい、兄さんですよね。いや、ごめんなさい、ね、すいません、すいません、僕のせいです、今。ちなみに兄さんはね、もう10年とか芸歴があって、バイトとか何回か。ね、いっぱいやったりとか。まあそうですね、いろいろやってますけどね。はい。ちなみにどういう仕事とかされてる？いやでもね、あんまり値段になるようなものはないんですよね。普通にコンビニとか、そういうような感じで。まあ舞台、舞台上です。そう。舞台上です。何か。なんかあるんでしょうね。何か。芸人ですよ。わかった。なんかある。わかった。コンビニって言ってもあれでしょ、もしかしたら歌舞伎町のど真ん中にいる、ガラド悪いコンビニとか。ね、なのでね。ね、そういう悪いところでやってるね。まあそうではないんです。そうではない。あ、わかった！あれでしょ、セブンイレブン、ローソンとかそういうコンビニじゃなくて、個人営業の、聞いたことのないコンビニでやってるやつって、なんでどこだそれはみたいな、なんて名前なの、コンビニ。ファミリーマートで。ファミリーマート。どこにでもある。聞いたことある。よくある、よくある、でも。レジの金を盗みまくる。あ、そんなことしてんの？俺は悪いな、実は悪いみたいな。悪いな。それでクビになったりとかしたんでしょ、あんた。やるんかい！やるんかい！やるんかい！お前この舞台出ちゃダメなの、そのお前だよ。犯罪者じゃねえか。ダメねえ。あの、内定でやってくれるんだ。ちょっと守るのにどんなこと聞いてくれるんですか？何と思ったの？一回、リサーチしといて。お金が真面目な話や。裸銭の状態で、店に落ちてたことはあったんです。ごめんなさい、それ真面目な話やね。今真面目な話って言いましたよね、今ね。裸銭で落ちてたと。それをだから、こう。で、見つけましたよね。それは、これどうしよう、どうしよう、どうしよう。だって、お店誰もいませんから、その時は。いなかったんで、まあ、5000円だった。お前、誰もいなかったら金まくっていいのって言われてねえぞ、お前。そんな動画出られるとしてねえぞ、俺ら。だから、先輩、先輩。5000円。あ、ごめんなさい、お前のが言ったのは、ごめんなさい、本当にね。うんこさん。じゃあ、名前じゃないじゃないですか。吉田さん的な感じでやってる。すげえ可愛い T シャツですね。それにしても可愛い T シャツですよね、それ。どこで作るの？棒刺さってる。あ、これあれか。あられちゃんだ。ああ、棒刺さってるから、こう持つやつなんだ。ああ、そうかもしれない。こ
だわりは？なんかこだわりとかあるじゃないですか。なんかこのうんこは実はですね。ああないっすよ別に。普通にただ会社と見てて課金で働ける。そうなんですか。いやお兄さん面白い話ありがとうございました。聞く話しかない。テンションでごまかすとかできないですよ。テンションでごまかす。お前どういう気なんだ。どうやったのよ。容赦いるまろ。どういうことだよ。容赦いるまろ。テンションでごまかす。だから。ごまかしてないよ。テンションでごまかす。だからまあね。中身の皆さんを、こういうのを手形とか言うのが、おめえが一番中身でいいじゃねえかよ。おめえが一番中身でいいこと言ってんじゃねえかよ、お前。テンション。ほらほらほら、今、両者いれば喋れなくなっちゃったな。何それ、もう。あること言ってたよ、結構。親父も言われた。羨ましいですよね。逆にね、羨ましいってことですよ。羨ましいんですって、本当に。褒めてる。褒めてる、褒めてる。よっしゃう簡単簡単だ、まあ、ね。褒めてる。何本抜けてるね、ネジお前。髪の毛食べるまで。かわいいな。じゃあ、ということで、じゃあ次、よっしゃ見るまで。よっしゃ行きますか。行きましょうか。よっしゃ昼間のバイトって言ったら、全然想像つかないでしょ。正直ね。今ですよね。今ですか、はい、はい。今は、警備員やってます。よっしゃ似合う似合うのわかる。いや、すごいな、それ。もう、立ち姿決まりすぎてる。よっしゃ敬礼合いすぎてるわ、ほんと。よっしゃなんて言わないでしょ、それは。了解しました。ずっとよっしゃ。よっしゃって言わないでしょ。ちょんいや、言ってない。だって車でなんか止められるわけでしょ、うーん。よっしゃ！いや、怒るわ！イラッとするもんじゃされたら、俺。イラッとするもん。止まりますよ、ちゃんと。どんな止まらない。いや、それ警棒で止められてるからね。こっちは。言葉で止まってるわけじゃない。警棒よっしゃうっつ警棒よっしゃ警棒よっしゃうっつ言わないでしょ、そんなこと。言いますよ。言わないでしょ、よっしゃ、ヘルマは警棒よっしゃ言わないでしょ。言いますよ、今。なんだ、この中身の中身は。これが中身のないトークってね、このね。そういうことね。警棒よっしゃね。うん、いや、あと15分頑張ろう。そう。ね、ほんとに。いや、まだまだ、へこんじゃったよ、ほんとに。へこんじゃったよ、ほんとに。ちょ、褒めてる。褒めてる。褒めてる。いや、だからもう、羨ましいですね、これ。いや、褒めしかない。なんか、この空元気な感じがなんかいいだろう。空元気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 。褒め言葉ですよ、空元気。褒め言葉。褒め言葉。よっしゃよかった、褒め言葉か。空元気、褒め言葉じゃないだろ。わかるだろ、それぐらい、ほんとに。ちなみにその警備員の前はなんかどんな仕事してたのかね。警備員の前はですね、今何回か話してると思うんですけど、警備員バーで。ね、なんと店長やってたんですよ。そうなんですよ。店長さんできるってことは結構ね、他の人とは違うわけですもんね。まあでもなんで店長やってたかって言ったら、一番仕事がないからってことなんですけど。仕事だから。まずシフトに入れるから。お前いくらでも出れるんだろう。皆さん忙しいけど、お前そのうちにね、あのグラスするのが早くなっちゃったから。早くなっちゃって。そっち行った方がいいんじゃないかって。ただ居酒屋の店員として認められて、そうです。店長になったわけ。そうなんです。それよくないでしょ、本当に。いいんですよ、いいんですよ。いやでもコメントの方にもね、もうやってないのとか。もうやってないんですよね。やっぱ結構行きたいんでしょうね、吉田ひろも働いてるし。そうなんですよ。ねえ、やってないんですよ。じゃあ、どの辺で警備、どの辺で警備してるんですか、どの辺で警備、どの辺。東京よっしゃうこれ分かった。東京を車で走ってれば、いつかよっしゃ現れます。いつかよっしゃにぶち当たるわけでしょ。ぶち当たります。はい。そしたら必ずよっしゃって言いますから。で、その時言ってくれます。すぐ分かります。絶対。広いよっしゃよっしゃう東京広いよっしゃ。東京広いよっしゃ。東京よっしゃ。いや、でも意外ですね。意外ですか本当に。あ、そうですか。いや、もっとだからなんか違う仕事。だから俺、芸人バーのイメージが強かった。あー、なるほど。でも、いろいろやってますよ。なんか他にもなんか、地下格闘技、まあ、名前出していいか分かんない。アウトサイダーっていうの。ほい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 。あそこで T シャツ売ったりも。出ないです。いや、実際にだってアウトサイダー出てた芸人さんがこう出てましたよ、お前。あ、本当ですか出てたんですよ、実は。で、あれ、あんまり言うなって言われてるんですけど、アウトサイダーに出ている芸人さんが、ここで普通に芸やってたんですよ。そうなんですよ。地下格闘技。あ、格闘家が出た。そうです。あれ、ホストも戦えないですよ。ホストも戦いますし、例えばどっかの暴走族の、なんか早朝、前田明が、こちらの方みたいな。前田明。
で、それがなんかすごい、それに出てる芸人さんがいたのよ。怖っ。そう。怖いよ、戦いとかで。そうそうそう。じゃあもう、お客さんもすごいのよ、あそこ。あそこすごいんでしょ。だってあれ、ウキウキワクワクさんが司会やってるんだよね。あ、そうなんだ。あれはすごい。え、すごい。そう、あそこ司会やってて。しかも、外でずっと売ってるだけだよ。なんか帰れないよ。いらないよ。でも、その客もすごいんですよ。客すごいよね。もうすごい、なんか、ビール売ったりするじゃないですか。おう。そしたらもう、待ちきれなくてビールこうぶっかけてくるんですよ。持ってる。怖っ。で、その時なんて言うの？よしゃ。いや、テンション落ちてるじゃん。そこはもうガッて本意気で行くんじゃないですか、よしゃって。言えない。言えないや。怖くて。かけられて。もうスカート履いた女の人が、うわーってやってきた。おせえよ。顔面蹴られるってことでしょ？蹴られなかった。結局蹴られはしなかった。威嚇して。威嚇して。そんな時、よしゃってなんて言うの？いや、よっしゃ、本気で言えよ、そこは。プライベートよっしゃ。本気で言うんじゃないですか、それ。言えないんだ。言えないね。そういう仕事もしてたんだね。まあ、いろいろやってますよ。おぉ、いや、すごいよ。あ、そこで T シャツ売ってるんだったら今度行きますって。あ、本当ですか。はい。今ね。ちょいちょい、なんかいろんなの、あと、タモリさんがタモリカップってなってるんですよ。タモリカップ？はい、ヨットレースやってるんですよ、年に1回。そのお手伝いも。させていただいた。なんかさ、全部裏方のしょぼいじゃん。そうなんなんか、たぶんタモリさん僕のこと現地知らないと思うんですよ。だってそこで手伝いやってる子ってことはね、知らないよね、多分ね。そうです。いや、でもいろんなつながりがね、いろいろまあやらせてもらってますね。吉田君、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃー！じゃあ次まして、ビーコン205号さん、よろしくお願いします。謎のね。てか、そもそも今おいくつでしたっけ？ 50 歳。まあ50歳ですね。で、芸歴は4年。なんで始めたの？この時点で、もう謎ですよ。すべてが謎ですよ、すでにね。そうか。で、まずちょっとごめんなさい。なぜ芸人始めたかってのをね、聞いてもいいですか？一回も聞いてないですよね、まだね。あ、相方の依頼が。あ、だから46から。うん。M1 出るときに、一緒に出ないって言われた。まあ、そういう方結構いますね。なんかそれ本当に高校生の誘い。高校生が遊びで生まれようかな。そうそう、だからね、10代の。で、意外と受けちゃったからそのまま芸人の道にみたいな。もうそのパターン。そのパターンが、その波が46の時に来た。来ました。来ました。すごいな、それ。本当に。まあでも、地下芸人の癒しとかね。癒しなの？そうか。いや、癒されますよ、見てて、本当に。ありがとうございます。ミステリーとか。ちなみになんですけど、職業。今何やってるか聞いてもいいですか？はい。化成品の、営業って言っちゃう。化成品をやっては、化成品を売ってます。売ってます。いや、別にいい人自由にやってる。何やってる化成品をね、売ってるんですよね。化成品。プラスチック製品を売ってます。あ、プラスチック。プラスチック製品？買ってくれ！頼む！買ってくれ！いや、待て。買ってくれ！買うから、みんな買うからよ。そんな大声跳ねて買うから。ちょっと買って。だいもっと丁寧に行こう、丁寧に行こう。え、なに、化成品を売ってるって。それで、その、なに、どういうものを売ってるんですか、ちなみに。化成品っていうのを。今売ってるやつは、化粧品で、肌ロボってありますよね。ほいほいほい、あれの箱が、薄いピンク色の箱があるんですけど、あの上は薄いピンクのフィルムが貼ったんですよ。そのフィルムを入れたのは、うちです。で、わかる。いや、なんか分かんないです。肌ロボ作ってたらすごいなと思ったんですよ。材料屋さんですね、材料。材料屋さんね。他には。トレーディングカードのホログラムキラキラ光るやつ。はいはいはい、あります。キラってやつね。フィルムを、トレカの印刷する会社に入れてます。入れてます。印刷してるんですか、じゃあ。印刷はしない。印刷会社にその材料を入れる。ああ、そうか。台湾から引いてきて入れる。だから結構あれですね、本当に中間の中間なんだ。いや、もう世の中こういうんで成り立ってんだよ、みんな。知らねえだろ。完成品ばっかりじゃないんだよ。材料の業者がいて、みんなそうやって世の中成り立ってんだよ。そんな怒んないで。そんな怒んないで。ごめんなさい、ごめんなさい。言いたい。そこでバイトしてるんですか？いや、社員だよ。社員だよ。ツッコミが入る。社員だよ、今までで一番いい。すごい。早かった。社員さんさっき言ったじゃん、課長になった。さっき言った。わかんない手でやってたのに。さっき言ったって、お前、打ち合わせしてるのバレるじゃないか、それだけで、お前。なんでそれ言うんだよ、お前。この人の頭の中では、なんでもう一回同じこと聞いてくんだって思われてるわけですね。ごめんなさい。あ、そういうことね。ごめんね、二回同じこと聞いちゃってごめんなさいね。大丈夫です。で、だからね、ちなみに、あれでしょ、初対面ですよね。かなりいます。結婚されてるんですよね。結婚してます。結婚今何年目ぐらいですか？結婚して5年ですね。
あ、45で結婚しました。へぇー。45、うん。結婚のが早かった。結婚のが早かったね。あ、そうだね。いや、そうだねって、俺らが印鑑するからさ、言ってる本人はそうなんですよ。そうなんですよ。いや別に決めなくてもいいけどね、そこで。え、じゃあ奥さんはちなみにおいくつぐらいなんですか？35です。おー、若い、若い、15。若いですね。知り合ってどれぐらいで結婚？知り合って1年半ぐらいです。ちなみに奥さんはいつもこれ見てくれてるんですか？いや、見てないね。それ応援してるから見させないとダメなんですよ。ここのやつじゃない、あの、自分らで主催したやつは一回来てもらいました。いやいや、これ家で見れるから。なんかね、やり方がわかんないんだよ。いや、それだって年下でしょ、だって思ってたんで、わかるでしょ、だって。今、おいくつぐらい ?30。35?、うん、今35ですよね。うんうん、あ、でもあの、うん、アップしていただいたやつは、あの、見てます。ああ、そうなんですね。そうですね。YouTube ね。これじゃあ番組最後、奥さんへの愛の一言で終わりにしましょう。ああ、素晴らしい素晴らしい。一応ね。素晴らしい。わかりました。ちゃんと考えておいてくださいね、奥さんに一言なんか。一言。なんとかよっしゃで終わります。いや、よっしゃ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 、なんだっけ、それ飲み行って、はい、そのままホテル行って、そのまま結婚しちゃったみたいな流れってことですか？まあ、なんか、デートして、なんとなくこう。いや、何もないよって言うから、間が。いや、そんな、汗が。汗が。そうなんでしょ、いや、そうなんでしょ、素敵な話ないんだから。頼めますよ。素敵な話ないの？ないな。素敵な話だね。プロポーズだってするでしょ。え、あの、秋田じゃないですか、うちの家内。知らない。知らない。打ち合わせでもなかった。打ち合わせで言っとけ。それを言ってほしいな、言っとけ、その打ち合わせで。そうで、秋田。あ、銀だんぽ鍋の話があったからね。そう。それで秋田って、冷蔵しろと。難しいよ、それ。本当に。秋田ですね。秋田に一緒に行ってくれないかって言ったら、向こうのお父さんとお母さん、ちゃんとなんかこうやっていたんで、じゃあ結婚しますって言ったらいいよ。え、あ、そこに親御さんがいたから、なんとなく雰囲気で言っちゃったってことですか？まあそういうのも、この、5割、6割はあった。5割って半分ですよ。半分相当が結構それじゃないですか。あ、そうだね。だからお前の話をしているんだって言います。あ、すいません。もう、そうなんだ。北美人かって書かれてますよ、本当にね。美人じゃないんだな、ごめんなさい。それは言っちゃダメですよ。すいません。それは言っちゃダメですよ。ちなみに、お子さんとかは？あ、子供はいないんだね。あ、そうなんですか。はい、いないです。予定は？予定。あ、ちょっと今のはですね。家内も、ベリーダンスとかやってて結構忙しい。あ、共働きなんですか？あ、そうそう、働いてる。だからこれね、打ち合わせで話しましたけど、課長なんですよね。あ、課長になりました！ 4 月1日付で課長です。よー、すごい。すごいよ！え、でも、俺から言いましたけどね。なかなか言わないからさ。あ、そう。それはね、もう俺から言わないとダメかなと思って、本当に。課長なんてこれからね、芸人さんも併用しながらというか、並行でね。いや、もう両方グイグイ行きますよ、もう。おー！グイグイ行くよ。いや、素晴らしいですよ、はい、本当にね。ということで、最初からね、出てくれてますもんね、このね。いや、本当に。ね、本当にありがとうございます。はいはい、さあ、ということで、時間もそろそろ終わりということでね。じゃあ、最後、行きましょうか。お、はい、おじゃあ、はい、奥さんへの。プロポーズしてないんですよね。してないですね。だったら、ね、ここで、一応、プロポーズではないけど、もう一回プロポーズして、愛の言葉言って、ありがとうございましたで終わりましょうか。終わりました。おで、プロポーズの一言ね、言えてないから。うん、それ言っといた方がいいよ。本当にもういいんですか？あ、こっちです。奥さんだと思う。奥さんだよ。めちゃん、I love you。これからもよろしくお願いします。違う。普通で、普通で。違う。そんな、お茶投げたやつ。もしじゃあ出会った時にプロポーズで結婚しようっていうことを言うとしたら、うん、あの時こういう風に言ってたなみたいなことを言って。あ、なるほど。そうありました。それで最後にもう一回それを言って。はい、終わりましょう。梅ちゃん、一緒に幸せになろう。なんだろうそれ。で
照れちゃう。照れちゃう。俺横にいるの、プロポーズの。やい、俺。いや、ちょっとこれ大変だよ。大変だよって、ほんとに。でもよかったね、シンプルでいいよ。はい、まあそういうことだよね、ほんとにね。はい、ということで、こちら22回も続きました、こちらお笑いホーム宣言、本日で終了でございます。楽しいね。ね、皆さん、ありがとうございます。このまま終わりになると、ビーコンさんに対してのコメント、かわいいで終わっちゃいますね。それが、これで終わりなんで。はい。ということで、こちらの番組、これで終了でございます。それでは皆さん、また次まで、ありがとうございました。ありがとうございました。